アプリトーク。あーみお、嬉しすぎて我慢できない。嬉しいからってそんなにはしゃいでると転んで怪我するぞ。だってみお、早くアプリドライブを手に入れたってゆかり先輩に教えたいんだもん。それにサイバーアリーナだって見てみたいし。ねえひつげ、サイバーアリーナって学校の体育館にあるんでしょ？そうだよ、俺たちの学校の体育館が AR フィールドだよ。サイバーアリーナになってるんだ。我慢できない。ミオ、先にサイバーアリーナに行ってるね。あ、おい、ちょっと待ってよ。ロキンマン。ああ、行っちゃった。ミオは一人で行かせるのはちょっと心配だな。でもミオ、すごく嬉しそうだな。ロギモンも嬉しいぞ。ずっと憧れてたからな。はしゃぐのも無理ないか。さあロギモン、俺たちもサイバーアリアに急ごう。ガッシンガッシン。はい、ということで、どうもはこんばんにちは、いすげです。はい、あ、ちょっと待って。これが今一番人気のコーデですわ。やっぱり流行りのコーデはコーデなくっちゃ。コーディネートに。コーディネートはコーデネート、なんちゃって。うふふ、あははは。うわー、寒いわー。寒いわー。12月上旬だわ。はい。ということで、もう一回挨拶いきましょう。どうもはこんばんにちは、いすげです。はい、今日もデジモンユニバース、デジモンユニバースサイバーアリーナじゃなくて、デジモンユニバースアプリモンスターズの方を実況プレイしていきたいと思います。はい、たまに分かんなくなっちゃうんだよね、タイトル。まあ、それはさておき、前回ですね、あのジャミングモンね、超セコかったよね。でちょっとね、熱くなっちゃってグレード極でぶっ潰しちゃいました。はい、ってのは置いといて、はい、今回からね、またC ランクになった。あ、C ランクのマスターと戦ってないんだよ、そういえば。うん、ってことで今回は多分 C ランクマスターとの決闘になるんじゃないかなと思っております。では行きましょう。なんか変わってない？わーい、すごいすごい、サイバーアリーナってこうなってたんだ。みお、あんまりはしゃいではいけないでちゅ。だってだってだって、キャー。どうした？チューチュー、耳を引っ張ってはダメでちゅ。みおちゃん、本当によかったですね。おい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 、チューとも一緒になってはしゃいでないでよ。そろそろサイバーアリーナの説明を終わらせたいんだ。ちゃんと話を聞いてくれ。あはは、すごいすごい。ほらほら、見よう、いくら嬉しいからって迷惑かけちゃダメだよ。はーい、ごめんなさい。ふう、助かったぜ、すげえ。このお嬢ちゃん、俺様よりもハイテンション。声の大きさ負けてねーしょ。だってだって本当に嬉しいんだから、しょうがないよ。そうね、こんな感じかな。見えたアップも出会えたアップもサイバーアリーナ嬉しいもん。お、ラップ刻んできたね。イエーイ、何このノリのいい子。いつかお誘い、おしゃれなデート。アプリドライバーが増えてサイバーアリーナも盛り上がる。俺様も嬉しいぜ。おお、ミオはもうサイバーアリーナに馴染んだみたいだな。ねえねえ、すげえ、サイバーアリーナにはいっぱいアプモンちゃんたちがいるけど、ここ以外にもアプモンちゃんいるのよね。アプリはいろんなところで使われてるからね。あちらこちらにたくさんいるよ。それじゃあもしかして学校にも？あ、プロテクモンやピーポモンがいるよ。前にミオちゃんと私が学校に閉じ込められた時のアプモンですね。あ、あの時のミオ、そのアプモンちゃんたちに会ってみたい。学校に行って会ってみようっと。チューチュー、待つでチュミオ。
おーい、まだ俺様の説明終わってないよ。やれやれ、ミオちゃんも来るようになってサイバーアリーナも騒がしくなるな。それだけ嬉しいんだよ。俺ミオの気持ちすごくわかるよ。学校でプロテクモンさんたちとちゃんと会えればいいのですけど。新人アプリドライバーだしな、 AR ダンジョンで迷子になったりして。確かにチュートモンがついてるとはいえ、あのはしゃぎっぷりは心配だな。誰か一緒に行った方がいいかもしれませんね。行こうか。仕方ないな。それじゃあ俺学校までミオを探しに行ってみるよ。はい、よろしくお願いしますね、イスゲ。ミオはプロテクモンたちに会いに行くって言ってたな。プロテクモンたちは AR フィールドにいるはずだ。まずは1階から探してみよう。よし、行こうか。 AR フィールドオンライン最高。いた。目の前。やあプロテクモン、今日も学校のセキュリティを守ってくれているんだね。おお、いすぎか。それが俺とピーポモンの仕事だからな。ところで今日は俺に何か用でも？ミオって女の子を探してるんだ。ミオの方もプロテクモンたちを探してるはずなんだけど、見かけてないかな。いや、あいにくだが見かけてないな。そっか、じゃあまだ会えてないんだな。うん、いすげ、今女の子って言ったな。さっきピーポモンの警報があってな、学校の AR ダンジョンのどこかで女の子が迷子になっているらしい。もしかしてイスゲが探している女の子とはその子のことではないか。 AR ダンジョンで女の子が迷子？イスゲ、それ見ようかもしれないぞ。ねえプロテクモン、その迷子がいる AR ダンジョンってどのあたりかな？ピーポモンは2階から警報を出していたな。そのあたりにピーポモンもいるはずだから、詳しくはやつに聞いてみるといい。2階だね、ありがとう、行ってみるよ。かな、いたいた。おお、いすぎじゃないか。ピーポモン、迷子の女の子を探してるんだ。それきっとミオって子だよ。ちょうど俺も探しててさ、だから俺も手伝うよ。そうかい、それ助かるぜ、ありがとな。お前さんも知ってるだろうが、AR ダンジョンにはちょっと迷いやすいものがあるんだ。そう、難しいダンジョンではねえんだが、どうやら女の子がその中のどこかで迷っているらしい。場所はわからないのか、ピーポモン。俺の警報に引っかかってから学校の外に出てないってとこまではわかってるんだが、あいにくここらのどの AR ダンジョンかまではわかってないんだ。その迷子ちゃんがまた警報に引っかかってくれればわかるんだが、今は探すしかねえな。見よったら仕方ないな。そんなわけなんで、手伝ってくれるなら手分けして迷子ちゃんを見つけ出してほしいぜ。うん、わかった。俺もこの辺りの AR ダンジョンを調べてみるよ。それじゃあこの階は俺が調べるから、イスゲは上の階を頼むよ。3階の AR ダンジョンだね。わかったよ。さあでは上まで行ってきます。ん？イスゲ、聞こえるか？ピーポモン、どうしたの？イスゲの現在地からまっすぐ行ったところで警報に反応があったんだ。あ、そのあたりに AR ダンジョンがあるようだな。そこを調べてみてくれないか？わかったよ、ピーポモン、ありがとう。正面ですね、行きましょうか。AR ダンジョン、もしかしてここにミオが？よし、中を調べてみよう。さあ行きましょう。ミオがいるかもしれません。お、なんだ？え、誰？もうやー、出口はどこよ？ミオじゃない、ねえ君。王子様、私を助けに来て。あの女の人か。ねえ君ってば。
もしかして助けに来てくれたのは王子様？じゃないわ、何よあんた。 AR ダンジョンで迷子の女の子っていうのはもしかして。迷子だなんて失礼ね。ちょっと出口を見つけられなくて困ってるだけよ。それを迷子って言うんだろ。君って確か王子と一緒にいた子だよね。名前は。そうよ、カヨよ。今思いっきり忘れてたでしょう。いい加減覚えなさいよ。それとあんた、王子様のことなれなれしく呼び捨てにしないで。それでカヨはなんでまたこんなところでうろうろしてんだ。ここってそんなに難しいやるダンジョンじゃないだろう。だって私方向音痴なのよ。悪い？悪くはないけど、とにかく迷子の女の子ってのがミオじゃないのははっきりしたわけだ。それじゃミオはどこに行ったんだろう。ねえあんた、イスゲだっけ。王子様が気にかけてる生意気な子ね。まあいいわ、出口まで案内させてあげる。はい、ここら出たいから連れ出してちょうだい。うわー、迷子なのにものすごい上から目線だぞ。いいこと、出口を見つけて私に場所を教えるのよ。ほら早く行きなさいよ。こっちでしょ出口は。そっちは今入ってきた方かな。私出口が見つかるまでここから動かないわ。早く出口を見つけてちょうだい。できるだけ急いでね。たくしょうがないな。出口を探すか。AR ダンジョンの最深部を目指そう。めんどくさい人ですね。じゃあ行きましょう。はい、到着。きたー、あった、出口だ。あー、やっとよかった。やっと外に出られるわ。いくら王子様の頼みでもどこが出口かわからないような AR ダンジョンもうこりごりね。王子様の頼み？王子の頼み？あ、あんたには関係のない話よ。さあそこをどいてちょうだい。もうなんかあるね王子。チェ、ありがとうも言えないのかよ。ありがとうが言えないのはいけないことだぞ。まあいいよ、俺たちもこっから出よう。ご苦労さん、迷子のお嬢ちゃんは今さっき無事に帰っていったぜ。うん、でもあの子は俺の探してた子じゃないんだ。なんだ、人違いだったのか。そうだ、さっきプロテクモのとこに女の子が訪ねてきたと言ってたが、その子のことじゃないか。うん、ピンポモン、どういうことだ。ミスゲたちと別れた後によ、女の子が一人俺とプロテクモに会いに来たってプロテクモから連絡があったんだ。ああ、多分そっちがミオだよ。ではそのミオって子は迷子じゃなかったんだな。それはよかった。うん、それじゃあ俺プロテクモのところに行ってくるよ。さあ行きましょう。はい、到着。ミオ、ここにいたんだ。あ、イスゲ、ミオもね、プロテクモンちゃんと会えたのよ。実はイスゲが行って、少ししてからこの子がここに来たのだ。そうだったのか。でもとにかくよかったぞ。ミオ、迷子かと思って心配したからな。迷子？ミオ別に迷ったりしてないよ。ああ、迷子にならなかったなら別にいいんだよ。俺はサイバーアリーナに戻るけど、ミオはどうする？ミオはもう少しプロテクモンちゃんとお話ししてからにする。そっか、それじゃあまたな。うーん、くやー。そういえばすげえ、ハイエンドグランプリは順調に進んでるの？それが C ランクマスターが見つからなくてバトルができないんだよ。そうなの？ふん、もしかしたらもう見つかったかもしれないわ。MC モンちゃんに聞いてみたら？うん、そうしようかな。サイバーアリーナに戻って MC モンと話してみよう。さあ、帰りましょうか。はい、帰宅。帰宅ではないね。
お、汚い、すげえ。みんなまで言うな、分かってるって。お望みの C ランクマスターの居場所、ついに分かったぜ。やった、どこどこ、どこにいるの？ C ランクマスターなら、誰、あ、もしかしてさっきの、あ、やっぱり、かよだっけ、性格悪い人。いや、もしかしてって何よ。 C ランクマスターは私、何か文句ある？え、カヨが C ランクマスターだったの？あら、いすげえ、 C ランクマスターがカヨさんだって知らなかったんですね。私、てっきり知っているものだと思っていました。知らないよ、だってランクマスター挑戦権がもらえるまでは次のランクマスターのこと教えてもらえないんだと思ってたからさ。そんなことはありませんよ。 C ランクマスターはカヨさん、次の B ランクマスターは影文さん、そして A ランクマスターは、待った、 A ランクマスターが誰なのかを知るのも楽しみの一つだろ。誰がランクマスターなのかはそれぞれのランカーバトルに進んでからでいいじゃないか。確かにそれもそうですね。いすげ、今のお前の相手は C ランクマスターのカヨってわけだ。そうか、驚いたな、カヨがランクマスターだったんだ。そうよ、 C ランクのランカーバトルはこの私に任されているのよ。へえ、ただの王子のファンってわけじゃないんだ。じゃなかったんだね。今日はよく間違えるね。ただのファンだなんて失礼ね。王子様は憧れの人、そして私が一番の理解者なの。それにランカーバトルになれば私のバトルの実力に驚くわよ。よし、強い相手は望むところだ。ランカーバトルお願いします。挑戦権は持ってるみたいね。でも果たしてあんたにそれだけの実力があるのかしら。もちろんそのつもりだけど。久しぶりだね。あー、王子様。今日は声の調子が悪いですね、私。じゃあ王子行きましょう。王子、あら、君と君のアップモンたち、なかなかの活躍だね。動画の実況見させてもらっているよ。最初に会った時にも思ったけど、君たちは実に興味深い、面白いよ。王子様、カヨは？カヨには興味ないですか？ああ、カヨくんもいたのか。いたんです。ところでカヨくん、頼んでおいた例の件はどうなったんだい？はい、AR 団長で痕跡を見つけてコピペも2コピーさせました。データは王子様のアドレスに送っておきます。そうか、ご苦労様、ありがとう。 AR ダンジョンってさっきの迷子騒動の？迷子じゃないわよ、あんたには関係のない話でしょ。助けたのに関係ないはないだろ。一体 AR ダンジョンなんかで何やってたんだよ。ああ、それは僕から説明した方が良さそうだね。今僕はあちこちで起きているバイラモン騒動に興味があってね。バイラモン騒動？バイラモンはウイルスの能力を持ったアプモンだ。そのバイラモンがいつしかネットの海に現れて、アプモンたちをウイルス化して騒動を起こしているんだ。そんなことか。ほら、君の学校でもプロテクモンがウイルス化した騒動があっただろ。ああ、ミオとゆかり先輩が学校に閉じ込められたあの時の。だから学校の AR ダンジョンにバイラモンの痕跡が残されているはずだと、カヨくんに調べてもらっていたんだよ。それで何か分かったの？いや、まだ調べている途中だから何とも言えないね。そうだ、すげえ、美浜港にはまだウイルス化したアプモンが残っているようなんだ。悪いけどちょっとどうなっているか調べてもらえるとありがたいな。僕は今他にやるべきことがあるから。それなら私が調べてきます。カヨくんが？そうだね、もともと君に言ってもらうつもりではあったけど。それではぜひ
私にお任せください。ちょっと待ってよ。俺はカヤとシーランカーバトルをしたいんだけど。王子様のお願いなのよ。ランカーバトルなんかどうでもいいでしょ。おいおいおい、なんかってどうでもいいって随分な言いようじゃないの。あんたは黙ってなさい。おお、触らぬかよに、いやいや、神にたたりなしだぜ。いいこと、いすげえ。だったら私とあんたでどちらが先に美浜湖のウィルソードを解決できるか勝負よ。私に勝てばすぐにでもランカーバトルを引き受けてあげるわ。でもこの勝負にあんたが負けたらもう一度 F ランクからやり直すのね。うわ、ひどい条件だぞ。それでは王子様、私は美浜港に行ってまいります。カヨ君。はい。二人で勝負は構わないけど、例の処理は必ず君の手で頼むよ。もちろんです。いつものように処理します。さて、イスゲはどうするんだい。やったるわい。くんの。仕方ないな。 C ランカーバトルを受けてもらうため勝負するしかないか。わかった。じゃあ俺も美浜港に行ってくるよ。到着。この美浜港にフィルス化したアプモンがいるんだよな。王子の 話だとそうらしいけど。あれ、イスギあの子。あ、いた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 。遅いね、グンノ。俺より先にサイバーアリーナを出たんじゃなかったっけ。うるさいわね。ほんのちょっと遠回りしてきただけよ。あー、この子そういえば方向音痴だったぞ。それで遠回りになっちゃったんだ。ナビアプリのアップモン、ナビモンに力を借りればいいのに。そうすれば目的地にすぐ行けるぞ。ナビモンに調べてもらっても迷っちゃうものは迷っちゃうのよ。お、ナビモンの力を借りても迷うのか。相当重症の方向音痴なんだぞ。とにかくいいこと、美浜湖のウイルス騒動は私が先に解決するんだからね。あんたたちは気楽に観光でもしていなさいよ。カヨ行っちゃったな。それでイスゲ、ロギモンたちはどうするんだ。うん、美浜港の騒動なら領事たちが何か知ってるかもしれない。美浜団のアジト、倉庫街の南西の倉庫行ってみようと思うんだ。そうか、わかったぞ。美浜団のとこに行こう。よう、領事、久しぶり。お久しぶりだ。こそよく来たな、イスゲ。今日は何のようだ。前に来た時ウェザーモンの騒動があっただろ。ああ、お前さんを疑っちまったあの騒動のことか。あの後でこの町にウイルス化したアプモの騒動があるらしいんだけど、知らないか。ウイルス化したアプモの騒動ね。あれほどの大きな騒動は聞かないな。こそも何か知ってるか。特には聞いてないこそ。でも裏口コミの情報を探してみるこそ。ちょっと待ってこそ。どうだいこそも。領事、このニュースが怪しいこそ。美浜港のニューファッションヘンテココーデがブームの兆し。ヘンテココーデがブーム、なんだそりゃ。美浜港の赤レンガショップにあるアパレルショップの裏口コミだこそ。人気のファッションコーデを扱っていたアパレルショップがウェザーモンの騒動の後からヘンテココーデばっかり扱うようになってお客さんが困っているんだこそ。一部の人にだけ迷惑をかけているなら、そう目立つ騒動になってないんだね。時期も間違えた。時期も同じみたいだからきっとそれだぞ。うん、赤レンガショップを調べてみようか。どうやらコソモンの情報が役に立ったようだな。
いつげ、美浜団も手伝ってやろうか。いや、この件は C ランクマスターのカヨとの勝負でもあるんだ。だからウイルス化した部門のところには俺たちだけで行くよ。そうか、美浜団はいつでもお前さんの味方だからな。何かあった時には声をかけてくるような。うん、そうするよ。それじゃあまた。またいつでも来るこそ。さあ行きましょうか。あ、カヨだ。やっぱりここに現れたわね。あ、いたのそこに。カヨ、カヨもここに来てたんだ。どうやらあんたもこのアパレルショップが怪しいと気づいたよね。でも残念、この店にはウイルス化した部門はいないわ。あたしがちゃんと調べたからね。でも赤レンガショップにはもう2つアパレルショップがあるから、きっとそっちにいるに違いないわ。そうと決まればこんなところに用はないわね。バイバイ、すげーそっち行くの。さてどうしようか。カヨはここには何もないって言ってたけど、いや怪しいな。あれここでしょ。やっぱ多分ここですね。でもカヨは全部調べたって言ってなかったか。まさかとは思うけど、方向音痴だから見つけられなかったとか。そうだな、あの子ならあり得る話だぞ。じゃあとりあえずこの AR 男女を調べてみようか。行きましょう。絶対ここだ。はい、到着。なんかいる。な、何？あら、お客様にはこちらの服がお似合いですわ。こいつか。いた、ウイルス化したアプモンだ。こいつはコーディネートアプリのアプモン、コーデモンだぞ。お客様行きませんわ。そんなナンセンスでブッサブサでダッサダスのお洋服を着ては。コーデのことなら美浜校のファッションリーダーコーデモンにお任せあれ。え、俺の服そんなにセンスないかな。ウイルス化したコーデモンの言うことだぞ。真面目に聞いちゃダメだぞ。ああ、そうだった。俺の服そんなにおかしくないよな。よし、コーデモンを元に戻すためにまずはバトルだ。バーチャルバース終わりだ。よし、終了。勝利。あわわわ、私は一体。もう無事に元に戻ったみたいだぞ。コーデボン、君はウイルス化していたんだ。ウイルス化？ああ、きっとあの時でございますわ。急に現れたバイダモンにおかしなガスを吹きかけられたのでございます。それからのことあまり覚えておりません。やっぱりバイダモンがここにも来ていたんだ。ああ、私ったらへんてこなコーデをお客様に紹介してしまったのですね。この先一体どんな顔をしてお客様にコーデを紹介すればいいのか。大丈夫だぞコーデモン、どうせ普通の人間にはアプモは見えないから平気だぞ。いやロギモン、そういう問題じゃないと思うんだけど。あのさコーデモン、今まで以上に頑張ってすごいコーデをおすすめすればいいんじゃないかな。そうですわね、そうでございます。これからはより素晴らしいコーデを提供できるよう頑張りますわ。ウイルス化から助けていただきありがとうございました。うん、それじゃあね。あ、もしかしてウイルス化した後ももう退治しちゃったの。ミカさんだっけ。やっぱりね。あ、カヨさん全然違う。抜けがけして勝手にウイルスを除去しちゃったのね。抜けがけって、カヨがこの AR ダンジョンを見落としただけだろ。うるさいわね、幼児がす
用事が済んだならさっさと帰りなさいよ。いや、俺が帰るのは別にいいけどさ、また道に迷うなよ。大丈夫よ、王子様の元に戻るのに道に迷ったりしないわ。だってあたしは王子様と運命の歌で結ばれているんだから。あー、はいはい。それより約束したシーランカーバトルのことを忘れないでね。じゃあロギモン、サイバーアリアに帰ろうか。おう。クリアー。お、超ガシャチケットをゲット。やった。後で引きましょうか。ん？さあコピメモン、バイラモンの痕跡コピーしてちょうだい。了解だよ、かかよじ、いくよ。痕跡をコピペ。はい、かよじ、コピーできたよ。よくやったわコピメモン。それじゃあ急いで王子様の元に帰りましょう。怪しいよね、なんか、まあ、とりあえず帰りましょうか。早っ早っ帰ってくんの。はっはっ、王子様、レレーンのデータはいつものように処理しておきました。はっはっ、回復先に戻ってきてる。はっはっ、遅くならないように走ってきたのよ。なんだ、じゃあやっぱり道に迷ったんじゃないか。 うるさいわね、あんた一言多いのよ。ふう、やっと息が整ってきた。おかえり、すげ、無事に美浜港のウイルス騒動を解決したようだね。ウイルス化していたコーデモンも元に戻ったよ。王子様、私も頑張ったんですよ。でもウイルス騒動を解決したのはイスゲだよね。ということは勝負としてはイスゲの勝ちということでいいのかな。え、そんな。それじゃあ約束だよ、 Cランカーバトル受けてくれるよね。 Cランカーバトルを、いや、え、いやいやいや、気に入らないの。なんであんたばかりが王子様に認められるのよ。私はイスゲに実力があるとは思えないの。だから私とバトルするのなんて認めてあげない。それじゃあ C ランカーバトルにつなげられないのか。おいおいおい、カヘオ、また勝手なこと言って穏やかじゃないぞ。とにかく私は嫌なの。そんなの約束が違うじゃないか。いや、どうしても嫌、私家に帰るから。待て待て待てむちゃくちゃだ、こんなことサイバーアリーナ史上初めてだぜ。まったく、カヨ君にも困ったものだね。困ったものだねじゃないよ、Cランカーバトル受けてもらわなくっちゃ。カヨ家に帰るって言ってたよね。王子、カヨの家がどこにあるか知らないかな。ああ、それなら四元通りだよ。カヨ君の家は山道を行った山のふもとにあるんだ。四元通りだね、わかった、俺行ってみる。ああ、すげえ。何王子、集めたデータから予測するとバイラモンは今四元通りのあたりにいるようだ。トラブルに巻き込まれないよう気をつけた方がいい。分かった、気をつけるよ。じゃあ行きましょうか。ということで四元通りに着きました。なんか寂れた感じだね。あ、高級住宅があった。全然寂れてないじゃんあれ、なんかよくわかんないね。いい感じの家はあるけど、なんか今から作りますよみたいなところもいっぱいある感じ。ここが四元通りだな。いすげ、カヨを探すんだろ。カヨはどこにいるんだ。カヨは家に帰るって言ってた。山道を歩いて山のふもとを目指そう。あ、着いたやっと着いた、山のふもとの家。きっとここがカヨの家だ。カヨ、家にいるかな。いるのかな。
ロギモン、カヨは今家にいないんだって。留守なのか。それじゃどこに行ったんだ。家の人もわからないってさ。それにしても困ったな。なんだ今の音。あの自販機の音かな。ま、嫌な匂いだ。嫌な匂いってロギモンが時々嗅ぎつけるあの匂い。うん、でも今度のは急に強くなったぞ。もしかして王子が言ってたバイラモンの原因かな。バイラモン、そうかもしれないぞ。カヨがどこにいるかも気になるけど、バイラモンがアプモンをウイルス化させたら大変だしな。その自販機調べてみようか。行きましょう。にゃーん。さあ行きましょう。 AR フィールドオンライン。はい、到着。カヨがいる。なんだこれは、一体どうしたんだ。見つけ、あれウイルスアプリのバイラモンだ。やっぱり嫌な匂いはあいつから出ていたんだぞ。見つけ、助けて、私のコピペモンが。カヨ、何が起きてるんだ。私バイラモンを見つけたの。バイラモンを退治したら王子様に喜んでもらえると思ったのに、私のコピペモンがバイラモンにおかしなガスを吹きかけられちゃってウイルス化しちゃったのよ。え、ウイルス化？コピコピコピペモンのやつおかしくなっちゃってるぞ。コピモン、何をするつもりなの。なんだ。あ、ちょ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 、うわ、バイラモンが増えた。コピペモンのコピー能力でバイラモンがコピーされたぞ。コピコピコピペモン、やめて。ちょ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 、うひひ、2倍、3倍、4倍。まずい、バイラモンがどんどん増えるぞ。まんまとコピペモンをバジにしたアプリドライバーが現れた場合、いただいた情報通りだった場合、これで4弦通りも平和な時間とおさらばい。それではバイバイのバイ。読みにくい。え、行っちゃった。バイラモンたちが逃げたぞ。これ以上ウイルスアップも増やされてたまるか。ロゲモン、追いかけよう。わかったって言いたいけど、そうもいかないみたいだぞ。コピーコピーコピコピコピー。お願い、スケ、私のコピペモンを元の優しい子に戻して。先にコピペモンを何とかしないと、バイラモンを追えないか。仕方ない、行くぞ。コピペって言いにくいね。普通に倒しちゃいました。てかスコープも強いな。やった、コピペモンが元に戻ったぞ。ハワワ、おいらどうしてたの。コピペモン、はぁ、よかった。カヨチ、みんな、何なの。いすげ、コピペモンはいいとして、バイラモンはどうする。4弦通りの平和はどうとかって言ってたから、きっと遠くには行ってないはずだ。ロギモン、逃げたバイラモンは全部で4体だったよね。うん、町のどこかに AR ダンジョンを作って隠れてるんだと思うぞ。よし、ここを出てバイラモンを探そう。りゃー。はい、ということで、とりあえずあと4体パパッと倒していきたいと思います。では行きましょう。はい、とりあえず1体目撃破。レイドラモン。
30着。ズバーン。はい、2体目撃破。はい、レイドラモン作っちゃいました。あ、さあ到着。あわわ、追い詰められちゃったばい。こいつが本物のバイラモンだな。もう逃がさないぞ。よーし、やっちゃおう。ライアースロート、いっけい。よし、さあ最後のバイラモン撃破。まさか本物の俺様がやられちゃったばい。見つけ、それが本物のバイラモン。うん、今ちょうどバトルに勝ったところだよ。でもこれで終わりだなんて思わない方がいいばい。これで終わりじゃない？バイラモン、それどういう意味だ？それでは皆さん、バイバイのバイ。お、なんだ？これでバイラモンは全部やっつけたぞ。オイラの失敗、解決できたの、よかった、よかった。ふう、なんとかなったみたいね。でもバイラモン最後に気になること言ってたな。あんなのきっとただの負け惜しみだぞ。あ、そうかもね。ウイルスソートが広がらなくて本当によかったよ。ん、どうかしたかよ。あ、コピペも助けてくれて、ありがえ、何かよ。ありがたいと思いなさいよ。受けてあげるんだから。え、受けるって何を？ランカーバトルよ。あんたが気に入らないのは変わらないけど、コピペも助けてくれたから。やった、 C ランカーバトル受けてくれるんだ。ええ、でもまずはここを出ましょう。バトルは外に出てからよ。うん、分かったよ。いよいよ新ランクマスターカヨとバトルだ。よし、頑張るぞ。よし、勝つぞ。最高、到着。来たわね。私の気が変わらないうちにさっさとバトルを始めましょう。イエーイ、出張サイバーアリーナ、待たされすぎたけどただいま参上。 C ランクマスターかよ、ようやくその気になってくれたんだな。いいから早く始めなさいよ。グズグズしてると家に帰るわよ。オッケーオッケーオッケー、それじゃあ早速始めちゃよ。なんだ、バグってる。ちょっと待って、なんだか今 MC モンの言葉おかしかったけど。え、そうか、実況の接続が悪いかな。ちょ、待ってくれ。こだ、少し接続な、あれあれ、なんだかひどくなってるみたいだけど、俺の名前くらいしかわからないよ。いすげ、なんとか、ちょっと、いすげバカって。誰が、聞こえないと思って、なんかひどいこと言ってないねえ、MC も。あ、じゃあこれでどうだ、接続を強化してみたけど。あ、今度は大丈夫みたいだ。グッド、それじゃあ C ランクのランカーバトル始めるぜ。このバトルに勝利すれば B ランクに昇格だ。さあ準備はいいかい？ OK。 なんか今の怪しかったね。うん、頼むよ MC モン。よし、それじゃあ始めるぜ。 C ランクランカーバトル、チャレンジャーはいすげ。よし、絶対勝つぞ。対するは C ランクマスターかよ。実力の差見せてあげるわよ。バトルスタート。やっと来たね、 C ランクバトル。長かった。よし、ケチョンケチョンにしてやる。
相棒はどうしようかな。よし、ロギモンでいきましょう。さあ今日はサテラモンで暴れたいと思います。グレート曲の力見せてやるぜ。お、早速出てきたね。ガベモン、何ができるの。あー、アニメに出てきたやつだ。消えるやつ。私は他のランカーみたいにお人よしじゃないのよ。ゴタクはいいからかかってきなさい。私たちへの攻撃は当たらない。当たってもダメージは通らない。さっさと疲れ果ててしまえばいいわ。あんたに興味はないけど、あんたが私に負けて泣いて帰るところなら見ててあげてもいいわよ。よし、やってやろうじゃんか。当たらないって言ってたよね。ふんふんふん。まあまあまあ、とりあえず攻撃していきましょうか。どうしようかな。とりあえず、これ今ドローモンでいきましょう。ペイント当たるじゃん。よし、クラック上がった。ちなみにサテラモンは攻撃力が190ぐらいですね。なんだ、ディフェンスが上がった。これは厄介ですね。さあ、ではでは、まあスコープモンっていきましょうか。物理ダメージですけど通るかな。今ガード当たったからね、上がったからね。やっぱり硬くなってますね。テルス、何特に痛くなかったね。さてさて、どうしたもんかね。SNS だとあまり良くないから、とりあえずライブラモンでもう一回山札をドローしましょう。リセットだね、ドローじゃないか。ライブラリーをクリティカル、マイマイ。とりあえずこのカメレオン女さえ倒せばなんとかなると思うんですけどね。さあ、ソーシャルじゃなくてゲームでいきましょう。サクシモン、とりあえずいろんな属性の攻撃を使っていきます。で、最後の方でソーシャルの SNS でね、ダメージをババッと食らわせようかなって考えてますよね。ベガスモン、おお、エフェクモン、君がベガスモンか、初めて見た。じゃあ次はウェザー行きましょう。お天気、よし。ほんで次にあれだね、 SNS 使っていきましょうか。機関機関、ディフェンスが上がった。でも SNS は特殊攻撃なんで、さあ行きましょう。マックスではないけどそれなりのダメージが食らうんじゃないかなと。よし、あ
ちょっと残った。さあここは辞書で倒そうかな。なんだホテル。外せ。ミスれ、ミスれ。あ、うん、いやでも必中じゃない、違うか、当たらないのか。まあまあとりあえず、さあペコモン行きましょう。圧縮。さあ必殺技マックスな状態なので、もしかしたら一撃で倒せるんじゃないかな。行きましょうか、コズミックレーダー。よし、中終わりだ、コズミックレーダー来た決まったぜ。これがグレード極の強さだ。よし、イエー、最高。今回も視聴者の目釘付けのすげーバトルをありがとう。 B ランクのステータスを手に入れた。やったねー、よーし、やったー、すげー、よかったな、ロギモンも嬉しいぞ。ダメえ、今のは何かの間違いよ、私があんたに負けるなんてありえないわ。そんなこと言われてもと、今までの私なら言ってたところだけど、今回は素直に負けを認めるわな。ただし今回だけよ、特別に特別に勝ちを譲ってあげる、そういうこと。いいわね、全然素直じゃないぞ。それじゃあ私もう行くから。ああ、それともう一つ言い忘れていたことがあるわ。なんだ、言い忘れていたことって。あ、そのコッペモンを助けてくれて、あ、ありがとう。あ、それから学校でもエアルダンジョンから助けてくれてありがとう。あはは、かよってば、ほんと素直じゃないね。イエーイ、すげー、 B ランク昇格、コングラチュレーション。引き続きサイバーアリーナがイスゲを待ってるぜ。それじゃあイスゲ、次は B ランクのバトルにつなげるぞ。あ、早くナウトに追いつかないといけないしね。早速サイバーアリーナに。うん、アプリトークの着信だ。誰からだろう。何、これ以上ナウトには近づくな、忘れるな、サモライ、ん、忘れるな、サモライと恐ろしいことになるぞ。いや、それはすでに始まっている。なんだこのメッセージ、送信したのは非通知で誰かわからないや。怖い怖い。言われた通り、バイラモンの一手を無事捕らえました。コピーなので本物より能力が低いかもしれませんが。やっぱ王子怪しいね。いや十分だよ、これで僕の計画も次の段階に進むはずだ。王子、あいつ怪しいなはい、ということで今回はね、ちょっと長くなるからちょっと分かんないね、すごいバッサリカットしてるかもしれませんが、こちらの方で終わりになりたい、終わりにしたいと思います。最近、あ、そう、一つですね、皆さんに結構先の話になるんですけど、来年2017年だよね、2017年の来年の
2月にプレイステーション4にね、あのデジモンワールドなんとかオーダーだったかな、あのプレイステーションビータの方で出ていたそのデジモン、このアプリモンスターズじゃない方の普通のデジモンのね、あの育成していくやつがあるんですけど、そちらの方がね2017年の2月の何日か分かんないけど、その日に2月にね発売されるらしいので、はい、そちらの方もね2月になると私絶対実況したいと思っております、余裕があれば、はいということなので、まあ来年の2月になったらまたそちらの方もやっていきますのでね、もし覚えてたら見に来てくださいはい、ということで今回はこれで終了したいと思います。はい、ということでご視聴ありがとうございました。もしこの動画が良ければいいねボタン、悪ければバッドボタン、それからチャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次のこの世界でお会いしましょう。 See you again. バイバイ。